どうも、この動画ではスティーブン・フルトン VS 井上尚弥の感想を話していこうかなと思いますやっぱね井上尚弥は人外のバケモンだったっていうね、まあ、そんな試合ではありましたよねあとはこの井上尚弥の試合以外だとアンダーカードのね、武井良樹とまた清水悟選手の試合もね合わせて話していこうかなとそう思いますまず一つ言いたいことがあってそれが長えよレミの レミノってね、ドコモのサービスだったかな。うん、そうですよね。投げ。とにかく投げ。全然試合が始まらん。本当にこれ、いつ始まるのと思ってね。でも、いつ始まるか明確にわからないからね。まあ、パソコンで見てたんですけど、私。パソコンで見てて。で、ずっと画面を別画面で開いといてね。音だけ聞いといて。で、ようやく始まったかみたいな。うん、別の作業しながらね。まあ、音だけ聞いてね、みたいな。 BGM としてもでもね、待ち時間のやつ全然面白くないし、もうこれ勘弁してよと思ってねうん。なんでこんなにね、始めるまで遅かったんですかね。やっぱレミノっていうサービスにずっとね、滞在しといてほしかったんですかね。だからこそあんなに長々とやったのか、まあ、中継帳のね、何かしらの都合なのか、なんかわかんないですけど、でももっとね、テンポよくポンポンってね、行ってほしいっすよね、マジでうん。格闘技の興行ってね、ただでさえなんか試合以外の時間が無駄に多いじゃないですか。 だこういうのされるとね、萎えちゃうよね。うん、やっぱ前儀ってね、長ければ長いほどいいってわけじゃないじゃないですか。うん、いきなりね、何言ってるんだって話ですけど、うん、短すぎてもよくないんですけど、長すぎてもよくない。でもそんなにじらすみたいなね、うん。じらせばじらすほどいいってわけじゃなくてね、やっぱじらされすぎたらね、もうなんかめんどくせえなってなってくるじゃないですか。もう早く終わらしてってなるんで、まあそういうことだよね。じゃあね、早速行きましょうか。 えまずは武井良樹 VS ロニー・バルドナドこれ相手はフィリピンの、ね、バンタム級チャンピオンということで、まあ、武井良樹も、ね、スーパーバンタムからバンタム級転向を見据えての今回5 4キロ契約だったんですかねでもバンタムならねあとここから5 0 0十5 3 5だと思うんで、まあ、そこまで、ね、絞っていくっていうのは大変そうですけどでも武井選手はねなんか身長の割にあんまり骨格は大きい感じしないんで。 まあバンタムがねね適正ななのかもしれないですよ、ねまあ、身長はねバンタムでもでかい方の1 7 0センチぐらいあるんで、まあ、よりね彼の強みがねいきそうかなっていう印象ではありますよね。うん、でね序盤から武井選手がね圧をかける展開でところどころ強振していくんですけどでもバルドーなどもねなんかコーナーにすぐ詰まるんですけどなんか右のカウンター常に狙ってて怖かったですよね。 序盤にね、バルドなどの右を武井選手結構クリーンにもらっちゃってね、ただその後もね、相手コーナーに詰めてね、ボコボコ殴って、相手のガードがね、こう、硬いというか、まっすぐのなんかストレート系をね、警戒してる感じのガードだったんで、フック系のパンチが多かったっすよね。で、3ランナー入ってからも武井選手の圧がずっと強くて、またコーナーに詰めて、でも相手もね、右のカウンターが良くてね、当たりそうだなところで、まあでも、 なんやかんやで当たらないってところでね。最後は右のジャブからの左のボディですかね。それでね、なんか時間差で相手が倒れてね。あれすごかったっすよね。もらった後一旦キリッとした顔してたのに、いつ気持か、ああ、痛いんごってなっててね。あれかっこよかったな。ああいう時間差攻撃ってなんかね、痺れるよね。時間差攻撃というか、時間差攻撃ではないんですけど、時間差ダメージですか。うん、あれはね、なんか痺れますよね。 なんかボディってね、本当に聞くときはね、なんかあんな感じの挙動になりますよね。一瞬大丈夫なんですけど、遅れた頃にやってくるみたいな、ま,あ、まさにね、居合切り的な感じなんですかね。ちょっと知らないですけどね。うん、する感じのね、ボディの方がやっぱ効くんですかね。井上直哉がね、ドネアとの一戦目で聴かしたボディもね、なんかあんな感じでしたよね。まあ、サウスポーとオーソドックスっていう違いがあるんですけど、なんか,かする感じのボディというか、もろになんか当たったよりもなんか逆に効くみたいなね。 で、相手もね、実際立ち上がれなかったんで、まあ、武井善樹の3ラウンド KO 勝ち、ちょいちょいね、被弾が怖い場面あったりとか、あともっとね、細かいパンチとか打っていけばいいのになとかね、素人ながらに思っちゃったんですけどね、なんか武井選手はでもなんか、ジャブっていうよりもね、ずっとなんか、前手でね、なんかそれを触覚にして、なんか、相手のグローブ触りつつみたいな、それで強打当てるみたいな、あれも相手からしたらね、やりづらいんかなとか思ったりね。 やっぱずっと距離を測られてる感じがあるんでね、それがいいところなのかなと思いました。あでもジャブ打てばね、もっといいのになとか思ったりするんですけど、あんまそういうのね、目指してないのかもしれないですよねうん。スタンダードにジャブ打って、距離、距離感掴んで、でそこのジャブの差し合いで勝って、左の強打当てるみたいな、まあ、そういうね、オーソドックスな戦い方を別に目指してないみたいな、なんかそんな感じのこともね、なんか言ってた気がするんで、まあ、武井義は、 竹吉木なりの戦い方があるそれをねやってるんで、まあ、逆に面白いっすよねなんか、うん、変わった選手というか,か必ずしも王道っていう感じのスタイルではないんじゃないかなって気はするんですけどあれでねこのまま世界まで行くのもね面白いっすよねやっぱパンチ力が半端じゃないんでそこがすごいっすよねなんか相手が弱いとか強いとかにかかわらずパンチ力って絶対的なものだと思うんで 当たれば終わるっていうそれがあるのがねやっぱ最大の強みっすよね逆にパンチ力がない選手はねいつでもなんか逆転される可能性があるっていうそういう怖さもあるんで武井好きにはそれがないんでねなんかそこら辺は安心して見れる材料ではありますよね、まあ、でも今回はねちょっといつもよりも被弾する場面があったりとか危うい場面も多少はあったんでそこがどうなんかなっていうねでも武井好きもねなんか戦前のムービーというかあおり映像の中でそんな長く続けるつもりはないみたいな 今年かもしくは来年ぐらいに世界は取りたいみたいなこと言ってたんで、まあ、それ目指してほしいっすよね。まあ、でも、バンタムって、井上拓真選手が今いるじゃないですか。でどうするんですかね。まあ、彼は1つベルト取っててね、井上尚弥が成し遂げた4団体統一、俺もやりたいみたいなことを言ってたんで、そこでね、なんか勝ち合ったりしないのかなとかね、思ったりとか、まあ、現状戦えばね、なんか井上拓真選手の方が強い感じしますけど、まあ、これがもうちょいね、成長したらね、分かんなくなるというか。 やっぱ一発があるんでね、わかんないっすよね。うん、そこの面白さがあるんで、まあ武井良樹には今後も期待というか、まあ世界ランカークラスとかね、世界チャンピオンとかとね、もう早く見たいなってね、ちょっと素人ながらに思っちゃいました。で、続きまして、ロベイシー・ラミレス、VS ・清水悟。まあこれもね、世界戦で、フェザー級だっけちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、多分フェザー級ですよね。そのぐらいの階級だと思うんですけど、 まあ清水選手はね、この階級の中では破格のサイズですよね、身長1 8 0センチぐらいあって。でもね、この試合はラミレスがね、とにかく序盤からうまいなというか、村田亮太がね、解説で、ラミレスがね、なんか生意気な感じというか、何だったっけ、な舐めた感じで着てるみたいなの言ってて、あれ、どういうことどこら辺がなめてるところあった、ラミレス。それが私、最後まで分かんなかったんですけど、何だったんですかね。 村田亮太だけ一人だけすげえずっと怒ってましたけど、なんかあったのかなそれがね、全然、なんでしょう、説明されないんで、最後までよう分かんなかったっすよね。ラミレス別に普通やんと思ってずっと見てて、ただ強いだけやんと思いながらね、見てたんですけど、うまかったっすよね、強いというか。かガードの隙間をつくのがすごい上手だし、アッパーの見栄えとか、フックも良くて、アッパーがとにかくずっと良かったっすよね、ラミレスの方は。で、市民選手の方もね、ストレート系のパンチ、殺傷能力高いんですけど、 まあでもラミレスの方がずっといいよねっていう。で、2ラウンド、3ラウンド、4ラウンド、5ラウンド入っても、個人的にはずっとね、ラミレスのペースに見えましたね。うんまあ、有効打にすごい差があるというか、まあ、清水選手もね、手数出すラウンドもあったんですけど、でもなんかラミレスのパンチの見栄えの方がね、圧倒的にいいというか、やっぱとにかく攻撃が多彩だし、その隙間をね、縫っていく、そのパンチのね、うまさが際立ってたというか。 で2ラウンド目だったかな、ラミレス選手のね、えー、ボディ、違う、清水選手のボディか、それがね、ちょっとローブロー気味というか、結構低いところね、清水選手が1回打っちゃって、でもそこでね、ラミレスが、おいおい、低いぞみたいなこと言った後にね、めっちゃ自分もね、低いところ打つっていうね、ああいうね、やらしさとかね、個人的には好きでしたね。ああいうのいいよね、なんか、さっきさっきね、なんかアピールしといて、でもその後自分もすぐやり返すみたいな、うん、ああいうのいいよね。 で、3ラウンド目以降とかもね、ラミレスのなんかガードの隙間をつくパンチがよくて、アッパーもいいよね。シミン選手のね、ワンツーもちょいちょい良かったんですけど、まあ、でも有効打にね、すごい差があるように私には見えましたね。で、4ラウンド目とかね、ラミレスがパンチまとめていったシーンもあって、かなり危なかったけど、うーん、でもね、そこで打ち終わりか。うん、1回まとめた後ね、ラミレス、バテたんですけど、でもその後ね、逆に。 バテた後は、清水選手の入り際にね、ジャブだけ合わしてみたいな。それもうまかったよな。で、5ラウンド入って、このラウンドはラミレスのアッパー連打かな、うん。それでね、どんどんまとめていって、清水選手ダウンして。で、その後ね、気合で立ったんですけど、またね、ラミレスがパンチまとめて、レフェリーストップ、えー。ロペイシー・ラミレスの5ラウンド、TKO 勝ち。いや、強かったな、ラミレス。めちゃくちゃ。 うん、正直そんなに私ボクシング普段から見てるわけじゃないんでラミレスがねどれほどのもんなのかあんま分かってなかったんですけど、まあ、でも試合前にね何試合か見た感じいやラミレスの方が強えなというか相当強い選手だなと思っててやっぱ強かったっすよねもともとアマチュアエリートなんでしたっけなんか2大会連続でオリンピックメダル取ったのかな取ってないのかなちょっとねどこら辺の情報あやふやなんですけどでもなんかアマチュアエリートなんですよねもともと でプロ行っても、まあ、活躍してるっていう数選手でね結構アマチュアのねなんかトップ選手ってプロ入ってからね通用する選手と通用しない選手がいますよねこれ多分パンチ力の差かなぁとは思うんですけどねやっぱアマチュアってねいかにうまく当てるかみたいなところですよね、まあ、ヘッドギアかぶってるんでねそうそう倒せないじゃないですかだからねいかに相手に上手に当てるかみたいなところが求められると思うんですけど、まあ、プロ入ったらねちゃんと相手仕留めないといけないというか そういう違い違もあるんですかね知らんけどねはいでいよいよメインがスティーブン・フルトン VS 井上尚弥これは WBCWBO 世界スーパーバンダム級王座統一戦ですかね、うん、まあフルトンがチャンピオンで井上尚弥が挑戦者といやーこの謝罪に尽きるよねマジで井上選手がね、まあ、階級上げての一発目でどうなのかところだったんですけどやはりねバケモンはバケモンですよね 序盤からね、左が良かったっすよね。あのボディへのジャブというか、ボディジャブっていうんですか、あれ、うん、素晴らしかったよね、序盤から。やっぱボディで作るっていうのがね、もともとの作戦としてあったんでしょうね。で、一ラウンド目からね、クリンチの展開とか、まあ、井上尚弥にしては珍しいね、クリンチワークがね、見れたんですけど、それでも負けてなかったっすもんね。うまい具合に隙間作って、殴ってとか。一ラウンド目はね、まあ、普通に井上尚弥が間をね、掌握したラウンドだったかなって。 2ラウンド目入ってもね、ジャブが良くて、井上尚親の、うん、そこのジャブの差し合いでね、負けてなかったっすよね。で、強振というか、右のパンチもね、打つこともあるんですけど、フルトンはディフェンスがめちゃめちゃ良くてね、最後のところはやらせないというか、うん、クリーンヒットはね、ほぼもらってなかったっすよね、フルトン。まあでもね、手数で圧倒的に勝る井上のラウンドかなっていう、2ラウンド目も。で、3ラウンド目ね、フルトン、序盤結構前に来たんですけど、まあでもどうにもできなかったっすよね。 井上のね左のやっぱボディストレートあ右もそうかボディへのストレート系のパンチこれがとにかく良くてね3ランド目も個人的には井上尚弥かなと思いましたねで4ランド目4ランド目からねでもフルトンもな慣れてきてね井上尚弥の強度というかその質量にね慣れてきてるようには見えましたよねただでもパンチ力にねめちゃくちゃ差があるんでどうしても見栄えに差がありますよね フルトンはなんか体勢崩れてるんですけど井上尚弥のパンチででも井上尚弥はねフルトンの攻撃もらってもね全然ぶれないというか軸がうんでジャブもねフルトン良かったんですけど井上尚弥はね殺傷能力が圧倒的に上回ってるなっていう印象で4ラウンド目もね私は井上尚弥に見えましたねだから1から4全部井上尚弥のラウンドに個人的には見えましたねただ5ラウンド目かなフルトンがね結構一気に上がってきてね まあ4ラウンド目からちょっと慣れてる感じあったんですけど上がってきてね「これ?」って思いましたよね「これフルトンいいですね」ってちょっと思ってフルトンもねジャブジャブでもねやっぱりリーチが長いんでちょいちょい入ってて5ラウンド目はね私はフルトンに見えましたねで6ラウンド目結構徐々にねオープンな展開になってきたというかフルトンもね中盤までその5ラウンド目のね動きをなんか続けてきててよかったんですけど後半からねちょっと集中力が切れましたよね 井上選手の強打が入りだしてそこにフルトン選手もねなかなか対応が難しいっていう感じになってきててね、うん、6ラウンド目はね井上尚弥もラウンドかなっていうで7ラウンド目入って、うん、フルトンのねラウンドでしたね7ラウンド目は明確に一番良かったっすよねなんかフルトンが今回のなんか井上尚弥戦の中で7ラウンド目の動きが一番良かったっすよね右を当てるシーンもあって、うん、井上尚弥がねあんな思いっきりというかクリーンにねもらう姿 初めてぐらいででししたたけどうーん見事でしたねフルトンただでも井上尚弥もねいいパンチもらった後すぐに返すっていうねだからなんかそんなに明確にね印象としてやられてる感じがないっていうのがすごいっすよねただでもこのラウンドはねフルトンかなと思いましたね明確にやっぱ有効だに関してはフルトンの方が多いラウンドに私には見えましたね井上尚弥のパンチはね結構ガードしてたんでねただ8ラウンド目ですか このラウンドでフィニッシュだったんですけど、やっぱダメージ溜まってましたよね、フルトン。そらそうっすよね。あんなにね、まあ、いくらガードしてると言っても、あんなにね、毎回吹き飛んでたら、そらダメージ溜まってるよねっていうところで、一瞬集中力が切れたんですかね。井上尚弥のね、あの、序盤からずっとやってきてた、左のボディストレートというか、うん、もうジャブっていうにはね、威力やばすぎますよね、あれ。もうストレートっすよね、左の。で、その後に、ボディからの右か。 それがもろに入って、フルトンぐらついて、でちょっとね、ふらふらってなって、顔を背けちゃったんですかね、ちょっと意識がね、もうろうとしてたからしょうがないと思うんですけど、その中に井上尚弥がね、追撃で左フック当てて、で、1回ダウン取ってね、あれは素晴らしかったな、あっこでちゃんと当てきるのもすごいし、レフェリーがね、入ろうとしてたと思うんですけど、その前にね、当てて、ダウン取って、で、ダウン後、めちゃめちゃ効いてましたよね、フルトン。そっからね、井上尚弥がパンチまとめて、 コココーナーナに、まあ、押し付けててねボコボコ殴って最後左のフック入ったんかなそれでフルトンも崩れてでそこでレフェリーが割って入って井上尚弥の8ラウンド TKO 勝ちですかねうんレフェリーストップでしたよね多分いやー強かったなーでもフルトンもすげえ強かったっすよね正直なんか12ラウンド入ってあもうこれ井上尚弥が普通に勝つなーってね見てる人全員思ったと思うんですよ私も見てて思いましたし でも途中からねやっぱ慣れてきてねフルトンもやっぱそこの修正能力というか、うん、俺は賢なんやとボクシングがもう俺半端やないってね試合前の煽りでも自分で言ってましたけど本当にそうだなと思いましたね、うん、井上尚弥にねアジャストするやつがいるんだなっていう試合の中でなんかね井上尚弥との試合で長期ラウンドにもつれ込む選手って、まあ、ちょいちょいいますけどでもそれはねなんか井上尚弥をなんかなんでしょう慣れていってというか井上尚弥の そのね、パンチ力とかスピードとかタイミングとかに慣れていってるわけじゃなくてねなんかずっと逃げ回って何とかねごまかすみたいな,なんかそんなんだけだと思うんですけどフルトンは結構ねずっと真っ向勝負というかね自分から圧かけるシーンもあったりしてその中で慣れていったんでやっぱすごいっすよねすごいなと思ったなフルトンでもねこの試合で残念だったことがね一つあってね まあ冒頭で申し上げたね、その、試合始まるまでがクソ長いってのもあるんですけど、まあそこはね、まだ許すよ。うん、なんかまあいろいろあったんでしょう。そこはまだ許すんですけど、解説ですよね、マジで。井上尚弥に寄りすぎ、マジで。いや、それは寄るのはわかるよ。わかるけれども、気持ち悪いわ、あんな。やめてほしいね、本当に。なんかこれ、ボクシングの悪いところ出てるなというか。他の格闘技ででもあんな露骨なんありますかね てか、ボクシングはあれか、なんか解説とかが多すぎるのか、4、5人ぐらいいたよね、なんか、元世界チャンピオンとかね、まあそういうクラスの選手たちだけだったと思うんですけど、4、5人ぐらいいて、全員が井上の屋寄りでね、なんか聞いてて、気持ち悪かったよね、本当に。なんかね、ラウンド間で、あなたはどっちに入れてますかみたいな。いや、井上だと思いますね。井上かな井上、井上みたいな。でも誰が聞きたいねん、それ。ええわ、そんなん。 出たら分かるし大体素人でも、うん、でねなんか実況の人かこれは解説人、うん、元ボクサーの人達じゃなくて実況のアナウンサーかなんかがね序盤からフルトンがビビってるとか言ってて「いやいや何でお前にそんなこと分かんの?」っていうねいやビビってるかどうかってもうフルトン本人にしかもうそれは分からへんやんっていうしかも多分絶対ビビってないしもともと多分井上尚弥のね、まあ、パンチ力とか半端じゃないんで序盤のラウンドはねもうフルトンほぼ捨てる感じでいたと思うんですよね こっから徐々に、ね、逆転してていいくっううプランだと思うんですよやっぱねドネアみたいに死ぬじゃないですかいきなり言ったらそれはフルトンも嫌だと思ったんでだからね序盤慣れることに、ね、専念して実際ね途中からどんどん上げていったじゃないですかフルトンそういう狙いがねそんなん素人でも見ててわかることなのに何がビビってるのっていうねそもそもね5ラウンド目と7ラウンド目はね明確にフルトンが取ったと思うんですよね でもなんか、井上だなぁとか言ったりとか。あとは、誰が言ってたか忘れましたけど、どうしてもね、井上直也寄りで見てしまうとか言い出したりして。いやいや、もうそれ解説の仕事じゃないやんっていう。何やねどうしても井上直也寄りで見てしまうって。素人かよっていうね。いや、見てるファンがそれならいいけど、なんでそんなこと言っちゃうのっていうね。きつかったよね、だから。まあ、井上直也寄りのね、解説がいるのも、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけど、でも4、5人いてね、全員がそれはきついよね、マジで。 うん、井上尚弥がね強いのことなんて、まあ、当然知ってるし、まあ、これが新たなチャレンジだってことも当然分かってるんですけどもうちょい中立にね話す人もいていいんじゃないかなっていうかねやっぱ格闘技とかこスポーツってね何事もなんか、まあ、実況とか解説する人はね中立でやってほしいっすよね、うん。フルトンのねいいパンチ入った時とかもなんかいいですねみたいな、まあ、そういうの欲しくねっていうか「ナイス!」ってね言っちゃうような人がいてもいいと思うんですけどね。 うん、やっぱ冷めちゃうよねなんかこんなことされちゃうとで私常々思ってるんですけどこれ格闘技に関わらずねスポーツ中継とか、まあ、解説とか実況の音声かそれだけをねオフにする機能が欲しいなって常々思ってて、うん、こいつらうるせえってねやっぱなるんですよねでも試合のね何でしょう音は聞きたいじゃないですかそのライブ感ライブ感を味わいたいんでその相手のねパンチが当たる音とかねセコンドの声とかそういうの全部 なんか聞きたいんですよ聞きたいけど、解説と実況の声がマジでいらん。やっぱ、戦いはね、中立の立場で見たいし、自分の中でもね、なんとなく採点とかするじゃないですかあ。このラウンドはこっちだなとか、このラウンドはこっちだなみたいな。なんかそれがね、満たされるから鬱陶しいんですよね。明らかに片方に寄られてしまうと。やっぱそれに引っ張られちゃうじゃないですか、見てるこっちも。井上直弥のいい攻撃だけしか見れなくなって、フルトンもなんかちょいちょいいいパンチ当ててんのに、なんかそれがね、 なんか全然大したことないなみたいな感じになっちゃうじゃないですか。それがマジでよくないんでね。本当に中立でやってほしいっていう。中立で見たい、俺は。見てる側はね、別になんかどっちかに寄っててもいいじゃないですか。でもそれをね、実況とか解説って言うんだったら、ちゃんとね、中立でやろうねっていうのは思いますよね。それがやっぱずっと見てて腹立ったよね。てか、井上尚弥の試合はいつもそうだよね。井上尚弥に関わらずかでも。 なんか相手をね、落としめて、こっちアップしてみたいな。うん、明らかにね、だって、シミ選手の試合とかもね、明らかに押されてたのに、いや、悪くないですね、みたいな。この展開でいきましょう、みたいな。言ってて、いやいや、めっちゃダメージ溜まっていってるし、シミ選手。どこに目ついてんのみたいなね。うん、素人にこんなこと思われてる時点でね、もうダメでしょっていうのはあるよね。でね、まあ、井上尚弥、次は、タパレス戦ですかね。うん、最後ね、リングに上がってましたよね、タパレス。 俺も井上直也とやりたいみたいなこと言ってましたけど、顔引きつってたもんね。絶対やりたいなんて思ってないだろうっていう。絶対やりたいように見えなかったのは私だけですかね。え、マジでみたいな。そんな顔に見えましたけど。っていうかね、四段大統一戦、これ決まるんすかね、年内で。二人とも一応防衛戦やれみたいな指令行きそうですけど、どうなんすかね。まあ、今さらね、防衛戦とか別に見たくないけどね。で、井上直也の持ってるベルトで言うと、 WBC かなそれがネリがね、次期挑戦者なんですよね、確か、うん。挑戦者決定戦で勝ってましたよね。あのなんか強いやつと戦って勝ってて。ちょっと名前出てこないな。ホバニシアンか。ホバニシアン。うん、あのホバニシアンっていうね、選手との激闘をね、制して、WBC かなんかのね、指名挑戦者にネリがなってると思うんですよね。あと IBF でもねあの、グッドマンっていうね、何やったっけ。なんとかリームっていうね、選手に。 無敗同士のねねね戦いいを制したグッドマンってやつも、ね、いますよ、ね、そいつが指名挑戦者として IBF にはいてだそれぞれ井上尚弥とタパレス防衛戦の相手一応いるっちゃいるんですよね指名挑戦者なんでねだからそれぞれその試合がね先に組まれたりしそうですけどどうなんすかね、まあ、井上尚弥も言うてねスーパーバンタム上げたてほやほやじゃないですかそれでいきなりねここでタパレスってやっちゃったらねもう4団体統一すると思うんすよね しちゃうと思うしでしちゃったらもうやることもないしね4つのベルトをそれぞれ防衛していくのかみたいな話になるのかでもねフルトンやっちゃった以上ねもういいよねマジで今更カシメロとかね亀田智樹とか入ってきてもまあ別にええかなって思っちゃうよねネリーはねまたちょっと私見たい気持ちもあるんですけどねもちろんね日本のなんかボクシングファンというか 山中伸介とのねいろいろごたごたがあったネリーとの試合はね見たくないっていう人も多いかなと思うんですけど個人的にはねそれはちょっと見たい気もするんでやっぱネリーをねボコス井上尚弥っていう姿も見たいじゃないですかこれがねだからどうなるのかですよね別にネリーはねその挑戦者としてちゃんと資格も持ってるわけなんで、まあ、そこが組まれるのか、まあ、それともねもうそれすっ飛ばして統一戦に向かうのかどうなるのか、まあ、それはね 交渉次第だと思うんですけどどうなっても結構楽しみですよね。私は練り戦でもタパレス戦でもね楽しめるんでどっちでも見たいです。できればその2玉見たいですけどでもそうなるとね年内で4団体統一っていうのは厳しくなると思うんで、まあ、そこをねどういう選択するのかも含めてね今後楽しみですよね。じゃあそんな感じで終わっていきままます最後までごご視聴ありがとうございいいしししたたチャンネル登録もよろしくお願いいたします。